年間さんは履歴の方を ヘイ、おう、嘘はぁ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 はい、はぁ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 、はい、ありがとうございます。まあでも、最後俺、クルメしか見てない。そうですね、近いじゃないですか。僕、最後言うと、キアマンです。あぁ、近いね。そうなんですよ。まず最後の部ですね、最後の部突入させていただきます。これが、とりあえず SPK 最後の回取りまして、余談ですけど全然関係ない話なんですけど、皆さん蜂に刺されたことありますか？ありますね。あります。何蜂でした？あ、初めて聞いた。痛かったっすよね。本当ですか？大川の木、水曜日にですね、家で料理飯作ってたら痛っと思って見たら足にミツバチがいて、あいつ針残していくんですよ。そうなんです。ずっと痛いですよ。なんで見たら針があったんで、針を針で取ったんですけど、そっからも足パンパンになって、かゆいのかゆいのなんてだいぶ収まったんですけど、っていう、どうでもいい話をね、一回挟んでこうっていう。さっき、なでを言った。そうなんですよ。気づかなかったですか？そう、分かる人には分かりますけど。まあ、僕だってパパやね。そうそうそう、誰が元々パパやね。まあ、そうな音が。まあまあ、それではですね、時間のチャンスですね、ということで、最後の部、行かせていただきます。皆さん、最後の最後まで楽しんでいってほしいので、耳はこっちに向けとってください。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。行くぞ、いっぺ。よし。入れてもらったよ。おしゃれバージョン。音ちっちゃくない？大丈夫ぞ。最大限や。いや、おしゃれバージョンでいってみます。揺れていこう、皆さん好きに揺れていこう、おしゃれに。いや、揺れてこ、おしゃれに揺れてこ、おしゃれに揺れてこ、バーだ。いや、かっこいい、おしゃれな感じ。いや、最強は現在で警官高校、故郷は越えても乗車閉鎖、領収書書いてちょうだい、ゼリーしなんてついていない、こなくね、将来そうになって結婚してほしい、毎晩新聞で勇気づくだけ、いざ家の彼女になってみたい、そしたらベンジが Yeah.
持ち上げて食べて食べて食べて青かんで行ってちょうだい少年で帰るでいないけばな馬車の匂いで閉じ合って大変さ毎晩ずちょい足しているだけラッド一つを将来グググにしているさじゃあもう続いていきましょうか。いっちゃいましょうね。まずこの曲皆さん知ってると思うので、はい、口ずさんでもらえたらなと。おお、親父に。ストーリーだ。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろうずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから孤独じゃ
知れないんで、まあ、一瞬で通り過ぎていくんですけど、はぁ、もうみんなびっくりした今、みんなびっくりしたよ。おー、一番僕がびっくりした。もう行くの？行くの？行かないの？どっち？反対にそんな日にくれそれじゃあね、とりあえず最後かな。今そのアンコールの言葉がなければとりあえず最後ということで、じゃあとりあえず行かせていただきたいなと思います。最後はね、ちょっとノリノリでみんなで、ね、ウェーイって感じで終わりたいなと思うんです。ちなみに C&K さんの曲なんで見てみましょう。あんま歌ったことないけどね。だからラブレーちゃん、ノリでやっちゃいましょう。いや、真剣メリーゴーランド聞いたことある人手挙げて。いやー、おはそらそらそらそうだ、そらそうだ、みんな聞いたことないかもしれないけど歌いましょう。会社の屋上でため息ひとつつく君に僕からのプレゼン、夢の事件気晴らしに連れてくよ。先輩万歳万歳万
だ。あ、後ろの方、汗見えます？見えません。見えます、はい、まだ調子悪いね、はい、集中ってよかった。グーグー皆さん、さっき、あ、僕なんて言いましたっけ、これ最後、あ、音音音音音音もう一曲音音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 アンコールいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。アンコールありがとうございます。最後もですね、やっぱ僕たち、C&K のカバーユニットとして失礼しました、発足させていただいたので、最後ですね、僕たちにとって、まあ、僕にとってかもしれないんですけど、割と思い入れのある C&K さんの曲で、ケルと初めて路上ライブを天文館でしたんですけど、その時に歌った曲でして、割とね、思い出ある、何回も歌ってるね、思い出はないみたいなんですけど何回も歌ってるねっていうことで、はい、しまったんです。暑いんでちょっとね、また泣いてるわけじゃないよ、汗が、はい、頑張ろう。これ終わったらですね、皆さん残ってくださいね、はい、居残り決定なの、はい、はい、皆さん、あ、みんなやるじゃないですか、はい、しゃべりかけてほしい、めっちゃカマチョなんで僕、行きましょう行っちゃいましょう最後、アンコールありがとうございます。ここで止まるのかな、恥ずかしい、皆さん、暑いくらい嬉しいです。最後まで聞いてきてください。いや、最後まで残ってください。ちょっと日帰りするんで、話したいね、皆さんと歌うよ、歌うよ、明日がいいの、はい、行ってみよう。街に紛れ込むじいじばらと泣きわめいて、ただ子泣いてる子供の姿は幼き日の僕らだった。困った顔して手の嬉しそうに手を引いて、僕もきっとあの子のI'm gonna make it.
この日の緊張したらお腹が痛くなるからもうどうしようもない。何回もあったそんなこと。ありがとうございました。本当に終わりです。ありがとうございました。それでは皆さん、ここからの時間はですね、もしかしたら初めましての方々もいるかもしれないんでですね、こういう場で交流してもらって、もしかしたらこのつながりがね、新しいつながりを生んでね、楽しいことになっていくかもしれないんで、そのつながりを僕らも欲しいです。こうやってね、ワンマンするってなった時、もしかしたら皆さんの顔でね、そうですな、そうですな、っていうことでね。はい、じゃあ皆さん、めちゃめちゃね、つなげようかね。ナベさん、現場のナベさん、これからもヘイラコーレッツバーどれがパーティー聞くのでしょうか。悪いのにしてブンバリバリブンボーしてこんなにして頭がブン我らにしてブンバリカンパリしてたらどうすもあ、そうだ。あ、写真撮りたいっす。あ、撮ろうか。皆さんも一緒にですね。あら、シルクシルクじゃないの見えたの。え？シルクシルクやってんだ。どうしましょう。写真撮ろう。はい、皆さん、皆さん、皆さん写真撮らせてもらっていいですか、皆さんで。で、僕 SNS 大好きだったんで。タグ付けとかしてるダンスなんで。皆さん、どうしましょう。向こうからこう撮ります。ポイント。はい。なんで、どうしよう、誰のだから、4人は前に座ってもらって、皆さんは後ろでこうやられてもらって。あ、じゃあこっちから逆光じゃね。逆光。あ、これもいいよ、これもいいよ。めっちゃ撮った。え、ああ、ごめん。どうしこっちから撮ってもらっていいですか。皆さん、その状態、そのままの状態。高く入りますあまり皆さん写真 OK ですか。 NG の人いますか。そういう人の顔かけてくださいおとろさんのコテみたいなそうです